コナミホールディングス、コナミホールディングス株式会社、コナミホールディングスコーポレーションは、ゲームソフトやアミューズメント機器の製造、販売とスポーツクラブの運営などを手掛ける、コナミグループの純粋株会社である。東京証券取引所、第一部、及び、ロンドン証券取引所に上場。日経平均株価、日経225構成銘柄の一つ。 1969年3月21日に大阪府豊中市で創業して1973年3月19日に法人化されたジュークボックスのレンタルと修理業を経てアーケードゲーム事業に参入アーケードゲームの他に MSX ファミリーコンピュータプレイステーションなどのパソコン家庭用テレビゲーム機でジャンルを問わない多くの人気ゲーム作品を発表し 現在では関連子会社を通じて、テレビゲームにとどまらず、ソーシャルゲーム進出や、カードゲームなどの玩具の制作、発売、スポーツクラブの運営も手掛けるなど、多角的に事業を展開している。1980年代、アーケードゲームから家庭用コンピューターゲームへ参入した老舗ゲームメーカーの中で、現在も独立を保っている数少ない存在である。 2006年3月31日に、コナミ株式会社、コナミコーポレーションのデジタルエンタテインメント事業を株式会社コナミデジタルエンタテインメントとして会社分割して、コナミ株式会社は純粋、持ち会社へ移行した。2016年3月に、持ち株会社への移行10周年を迎えるのを機に、2015年10月1日付で、称号をコナミ株式会社、 コナミコーポレーションからコナミホールディングス株式会社へ称号を変更した。2003年4月1日の創立30周年を機に新ブランドロゴマークを導入、現在の赤色をモチーフにしたロゴマークとなった。この赤色はコナミレッドと命名され、コナミグループの企業イメージカラーとなっている。2005年4月1日にコナミに吸収合併された。 ゲームソフト開発市会社は2000年から2001年にかけて短期間での社名変更を繰り返している。コナミコンピュータエンタテインメントは地名という社名からこれら開発市会社はクスという略称で呼ばれていたが2000年に略称が幅広く親しまれているためして相次いでこれらの略称を正式な社名としている上はカタカナの KCE こと クス大阪、後にクススタジオと合併は、大阪すら省略し、口を KCEO 社名を名乗った。しかし、翌2001年、これら、クスは再びその社名を、コナミコンピュータエンターテインメントに戻すことになる。理由は、コナミグループの拡大と発展のための、グループ企業としての立場の明確化としている。またこの時は、略称も従来の、クから3レターコード、 都市行動を取り入れた、コナミに変更し、また各社が使用していた、独自の CI も廃止された。コナミにおける、著作権、特許権、商標権などの知的財産権の取得と行使は、配達性が高く、著作権法、特許法違反に該当すると判断した事案に、対しては、厳しい姿勢で臨んでいる。コナミの著作物に付随する権利は、基本的に、 法務部により自主管理されており、一部の音楽ソフトを除いてジャスラックなどの管理団体には委託していない。1999年には野球ゲームでプロ野球選手、球団名の実名を使用する権利を日本野球機構との契約により独占し、他社の野球ゲーム発売に際し、コナミを介してのサブライセンス供与を渋ったとしてに、独占禁止法違反で公正取引委員会から、 警告を受けている。次の瞬間、熱くなれ。ザ・ベースボールを参照。九百九十九年頃から二千年にかけて、知的財産の保護等を目的に、自社製品名の商標登録に合わせて、他社製品、名称等を登録する動きがあった。違法ではないものの同業他社や、出版社が発行する著名な雑誌名にまでコナミが、商標登録を行った動きに対して、 ユーザーや関係者から批判が起こり、一部では、コナミ製品への不買にまで発展。中には、特許庁に商標登録しないよう働きかける運動も行われ、最終的に特許の取り下げ、拒絶査定により、コナミが申請を行った、他社製品等の名称は、商標登録されない結果になっている。2010年冬のコミックマーケットで、同人サークル、 ダイバースシステムが発行される予定だった CDDR Mr. w a ク、D16 に対し著作権侵害として販売差し止めを行った。それ以来ベマに関連の導入 CD が激減されている。家庭用ゲーム、モバイルゲーム、カードゲーム、音楽、映像ソフト、グッズ等の企画、制作、製造、販売。アミューズメントマシンの制作。 製造、販売、スポーツクラブ施設の運営、及び、サービスの提供。かつてグループ会社だった企業、旧コナミメディアエンターテインメントの販売委託先。コナミデジタルエンターテインメントコナミアミューズメント。コナミデジタルエンターテインメント発売の製品一覧を、参照。現在。過去。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。